チワス持ち太郎です。さあ本日もベルディ動画になります。先週ですね、とっても驚きのニュースが、飛び込んできました。嬉しいニュースですね。本日の動画、千葉の、ナンバー10を補強、三木智也選手でございます。補強第1号で、飛び込んできたニュースがですね、まさかの、千葉の、背番号10番三木智也選手がね、来季からベルディに、加わることが決まりました。驚きの、まあ、移籍だったんですけれども、まあね、プレーオフ準決勝でも戦った相手で、まあ、とてもね、うまい選手だなと思っていたんですけれども、まさか、一発目のね、補強がね、このクラスの選手が来たかという、ちょっと驚きのね、選手、三木選手なんですけれども、まあ、簡単にね、紹介をしていきたいと思います。大卒4年目の、25歳の、選手ですね。今季が、41試合、もうほぼほぼね、出ておりまして、途中出場も少なかったのでほぼほぼフルで出て、7ゴールと結果もね、数字も出したっていう選手ですね。しかもボランチで今季は、出た中で、7ゴールを奪ったというね、選手です。その前の年、さらには、2021年には14ゴール、2桁ゴールをね、達成して、その翌年から背番号10番をつけてですので、もう J2 の中ではね、主力中の主力の、まあ、移籍というところで、まあ、かなり、驚かれたね、トップニュースだったなっていうふうに思います。本当にベルディが、まあ、J1 に上がって、まあ補強をね、ある程度まあ頑張らなければいけないんですけれども、まあそれでもやっぱりお金があまりないっていう状況の中で、まあ本当にこの選手がね、まあいろいろ多分 J1 からのお声も多分あったと思うんですよね。それぐらい、まあ、J2 の中では本当屈指の選手、千葉の中じゃ本当に、ね、核になってる選手でしたので、本当に驚きました。事前にちょっと有料のね、記事とかを見ていて、J2 のね、主力選手が、まあ、来ますよみたいなニュースはね、見ていたので、ただまあ三木選手はちょっと想像って今なかったので、まあ驚きましたね。まあ、ただまあ、よくよく考えてみたらと言いますか、今のね、強化部長が、まあ、江尻さんなんですけれども、まあ、江尻さんが当時監督の時に、まあ、三木選手が、当時大学の、特別指定選手、まあ、千葉に内定していたので、まあ事前にやっぱりね、ある程度目星をつけていたのかなと思います。でプレーオフにやっぱ進んだので、契約等々がかなりずれています。このタイミングで、まあ、獲得したのはやはり事前に狙っていたのかなと思います。三木選手のコメントにも、まあ、来年は、J1 でやるっていう、こうなんて言うんでしょうかね、キャリアプランみたいなものがあったので、まあ、ベルディとしては J1 に上がったらもう即、もう声をかける、まあ、なんだったらもう事前にもう声をかけてたんじゃないかぐらいの本当にスピーディーな移籍だったので、まあ江尻さんがおそらく狙っていたのではないかなっていうふうに思います。そしてやっぱりまあ驚きなのが、今までにないような主力の獲得ですね。特にまあね、ほぼ同カテゴリーで、しかも10番を背負っていた選手の獲得っていうのは、個人的にはあまり記憶にないぐらいですね。もちろん J1 に上がったので、こう、なんて言うんでしょうかね、主力を引き抜かなければやっぱりやっていけないぐらいの戦力値を作んなきゃいけない中で、こう相手チームの10番を移籍させることができたっていうのが、ちょっとまあね、あ、これが J1 かっていう、なんかこう、なんかこうね、まだシーズン始まってないですけれども、感じたね、獲得でしたね。でまあやっぱり三木選手の期待はやはり得点力ですね。得点を期待するポジションの起用を、まあおそらくね、してくるであろうと思います。今季はボランチで
出ていたんですけれども、まだ契約等が決まってないんですけれども、まあ、おそらく、森田選手で稲見選手の、まあ、ボランチはおそらく変えないだろうと。そうなった場合、三木選手やはり、まあ、前目 1.5 列目だったり左だったりだと思います。本当にプレー動画とかも見て、まあ、ペナルティエリア内でやっぱりプレーをさせたいような、フィニッシュもね、もちろんラストパスもできる選手ですので、なるべくこうね、前の方でやりたいなっていう風なこう思いっていうのがね、なんとなく伝わるような、特にね、斉藤選手とかが終盤左で結果も出してできたっていうところがとても大きくて、トップ下だったりっていうのを、まあ、三木選手がね担えればかなり強力な攻撃陣にねなってくれると思いますので、まあ、三木選手自身も初の J1 挑戦というところで、まあ、おそらくまあスタメンに入ってくるであろう選手だと思います。まあね、J1 ね、まだ未知数なところはありますけれども、やっぱりね、三木選手のこう可能性をね、油にねこう乗っておりますからね、25歳ね、とてもね、こうこれからどんどんのし上がっていくにはね、本当にこういいステップアップのような気がしますので、ぜひね、ヴェルディに力を貸していただければなっていうふうに思います。とても期待をしております。来年ね、背番号何番をつけるのかっていうのもちょっと期待ね、できるようなね、本当に移籍でしたので、三木選手本当に、よろしくお願いいたします。というわけでね、まだ更新がね、契約の更新が全然ない中で、いきなりこう主力の獲得というところでちょっと驚きだったんですけれども、まあこれからね、まあ契約更新、まだまだ契約満了もおそらくあるだろうという予感はしています。ここから12月ね半ば過ぎてから、おそらく発表がどんどんね、週明けから出てくるのかなっていうふうに思います。今日はね、とてもいいニュースお届けできたんですけれどもまあちょっと悲しいニュースもね続くようなね、こう感じもあるので、ちょっとね、ヴェルディサポーターちょっとずっと身構えてね午前午後とね、ちょっとこう契約をしよう待ちつつね、心豊かにね待ちたいと思います。とりあえずこのね、嬉しいニュースね、ほっとしましたね。いや、良かったです。というわけで、本日のねヴェルディ動画以上になります。また来週ね、どんなニュースがあったかっていうのをこう、まあ、振り返れたりできればなっていうふうに思います。というわけで以上になります。ご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。さよなら。